畑久志法とは、江戸時代に畑の年貢を久志によって収めた方法。英法とも呼ばれる。関東地方で採用されたものに関して特に、関東畑英法と呼ばれている。戦国時代の関東地方では、神高製のうち、久志すなわち、英楽銭で神高を表示する栄光性が広く、採用されていた。小田原製後に、北条氏に代わって、 関東地方を支配した徳川氏は、豊臣政権の方針通り、国高制による検知を行い、米が取れない、畑作地域でも米による年貢納付を強制した。だが、米が生産されない畑の生産力を、国高制で把握することの困難さや米を購入して、納税しなければならない農民の負担の重さから、経長、厳納年間に入ると、高を、千額で表して、 定額の貨幣による年貢納付が認められるようになった。これが旗久手法である。旗久手法には大きく分けると段取り法と林取り法の2種類が存在した。段取り法は畑の面積を負荷の基準として素率は定めずに畑一段あたりの年貢口を定め、それに実際の畑の面積をかけることで算定する方法で林取り法は 検知によって決定された畑の国高を不可の基準として国高に、素率をかけて算定する方法であった。特に、関東地方の天領を支配していた大館の稲那市は、年貢の増長に便利な段取り法を採用したことから、官営年間以後、関東地方の二十歳では段取り法に基づく、関東畑営法へと次第に切り替えられ、漢文、遠方年間には、 関東地方の天領の大部分で関東畑栄法が採用され、それ以外の天領でも段取り法を採用する地域が登場した。土地の等級によって一段あたりの年貢法は異なる。五国相当の畑で一貫分、すなわち一国あたり二百分となる。ありがとうございます。